ありがとうございます。で、今日はですね、尺八のエクササイズのね、動画を撮っていきたいと思います。じゃあまずですね、三尺六寸間ですね。まあ、一尺八寸間のオクターブ下なんですけど、まあ、この尺八を吹きながら、主に肩周りのエクササイズをしていきたいと思います。まずですね、尺八を持ちます。で、次ですね、尺八を入れます。で、最初に音出るかですね。腹筋にまあちょっと力を入れまして、はい、いきますね。はい。で、次です。準備運動でですね、肩、この肩の可動域を広げてください。で、特にこう、前をギュッと出す感じですね。ギュッと。で、ここを広げてもらって、こうです。で、指の穴大きいんで、ここが、よいしょ、振るように。これで、ですから最初から行くと、って感じです。で、ここを下ろして、で、このままだと重くて、ね、筋肉が固まってきますので、例えば、膝で押さえて、みたいな感じですね。で、まあ皆さんこれを続けていただくと、こう、まあ全身の筋肉っていうか、まあどんどん、もう今東京だったら冬の12月の中頃ぐらいの気温らしいんですけど、もう体はポッカポッカになります。はい。よいしょ。さてさて。エクササイズも終わりましたね。はい。エクササイズも終わったところで。じゃあ今日はですね、まあ普通に。すいませんね、一週間空きました。ちょうど演奏会があってですね、その演奏会の最初のソロ部分をものすごい練習してて、ちょっと一週間取れなかったんですけど、今日はこちらの方の2曲あるうちの1曲の九州レイボからいきたいと思います。で、レイボっていう曲はですね、昔ですね、尺状、なんか、こう、車輪って、なんかここに輪っかがついてて、鳴るやつありますよね。で、まあ、そういう、この車輪っていう、まあ、鈴の音ですかね、なんかついてるんですかね、の音を、師匠がですね、前をこう歩いていく、車輪って、前を歩いていくのを、まあ、弟子が後ろから聞いてて、それで、ここの、こんな感じですね。ありますかね。九州レイブで、鈴を慕う。はい。その師匠の鈴の音の音を慕うという形でできた曲です。で、まあ、寺によっていろいろありますので、お寺さんによってね、それの、まあ、九州版ですっていう感じです。はい。じゃあ、まず行きましょう。最初、1行目の呼吸からいきます。最初高い音から始まって、
ほううですね。うーは1叩いてください。で、うーでいいです。はい。っていう感じです。じゃあ次行きましょう。やーめる、えーる、えーです。やーは、おつで、めって、えーは、管理します。って感じです。はい。やーめる、えーる、えー。はい。って感じです。じゃあ次行きましょう。豊富でいつもの、うんですね。豊富、うん、うん、うんです。はい。です。で、次行きましょう。豊富、やる、うん、うん、やーやーいーです。ここちょっと長いので、いっぱい息を吸ってもらって、ですね、もう一回言っておきましょうか。長いんで。ほふやるややい。です。じゃあ次いきましょう。これで、まあ、2と3だけ締めて、こふうです。こふうです。はい。はい。じゃあ次です。ほうです。ほうです。じゃあ次長いんで、次ゆっくりいきましょうね。まず、こふやるやるめる戻すめる戻してほうにしてめる。はい、いきましょう。こんな感じです。もう一回いきますよ。です。はい。じゃあ次いきましょう。これが2行目の最後です。ほうです。はい。ちょっと待ってくださいね。前の行、前のとこからいきます。まあ、こんな感じですね、はい、じゃあ次3行目いきます。ほーめるうーふーんうんうんです。結構ねこの音結構出てくるんですよ、いろんな古典の時に。ほーめるうーふーでいつものうんうんですね。はい。です。次も長いですね。3行目これで終わるんですよ。うん。すごい長いです。いきましょう。ほうやるやるめる戻してるめる戻してほうめるほうふるゆる、はい。いっぱい呼吸吸っとかないとこれ吹き切れません。まあ途中でちょっと無理だったらちょっと盗み息をふっとね、しといてもらってもいいんですけどね。もう一回いきます。いっぱい吸ってもらって、救急車ですね。みたいな感じです。じゃあ次行きましょう。4行目です。高い音で、ほうふうで低い音で、いやーいやーいいです。はい。ですね。じゃあ次行きましょう。やふう、ほうぽんか、もしくはこふう、ほうぽん、どっちもいいです。
2つやりましょう。まあ好きな方で、はい、まあ一応今回はヤフーにしておきましょうか。です。じゃ次行きましょう。やーでめってえーのかんるーえーです。はい、です。で次行きましょう。あ、もう一回行きましょうか。です。次行きましょう。ほーふーでうんうんでふーです。で、ここまでが4行目で、5行目いきましょう。やるん、やるめるるめるほーめるです。はい。こんな感じですね。まあ、めるときは別に、でいいんですけど、まあちょっとここをね、寝るときにそっとかざしてあげた方がより音が落ちやすいので、まあまあそのあたりはこれと仮メルと指で調節してみてください。このやっぱり流派によってはこうね、一切指を使わずにもうメリメリだけで頑張るところもありますのでね、まあこの辺は自由です。じゃあ次行きましょう。ほうです。ほうです。です。じゃあ次行きましょう。やーやいいです。です。じゃあ次行きましょう。古風、もしくはヤフーです。今回古風で行きました。古風は、ここ開けて、2、3しか閉じてません。で、ちょっと借ります。です。で次ほうです。ほうですね。はい、ほうで、で5行目終わりです。じゃあ6行目いきましょう。ヤフーフルーです。まあヤフーは古風でもいいです。です。で次いきましょう。ほーめるーです。です。ほーめるーです。じゃあ次行きましょう。カルルカルメルホーメです。難しいですね。もう一回行きましょう。こんな感じです。もう一回行きましょう。エアーエールウウウウウです。はい。です。じゃあ次行きましょう。ホウーユル。はい。はい。じゃあ次行きましょう。3あたりでローです。だからローフーゆるうんうんうんです。です。じゃあ次行きましょう。7番ほうです。ほうやるめるほうめるです。って感じです。じゃあ次行きましょう。ほうゆるです。じゃあ次行きましょう。えやーやいいです。はい。えやーやいいです。じゃあ次行きましょう。こふ
じゃあ次行きましょう。ほう、ほう。あ、すみません。ここがカンなんで、そのまま高い音で。ですね。じゃあ次最後の行いきます。8行目です。こふやるんやるめるるめるほうめるです。って感じですね。それはちょっと鼻かますか。じゃあ次行きましょう。で、ほうです。で、次行きましょう。ルーです。で、狩りのルーからメリーです。ルー、ほう。です。じゃあ次行きましょう。ほうです。ほう、ほう、ゆる。で、終わりです。では、いつも通り最後に仕上げていきましょう。演奏はどうしましょうかね。演奏なしでいきましょうか。言葉で言います。いきましょう。ほーやーえぬえほーふんほーふやるやい、こふ、ほう、こふ、やる、やる、る、ほう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 、やる、やる、る、ほう、ほう、ほふややい、こふほうやめえるえ、ほふふやるやるるほうほうえややい、こふほうやふふほう、えやー、あ、すみません。えやー、るー、ほう、ほう、ろふー、ほう、やるー、ほう、ほう、えやーやい、こふー、ほう、こふやるやるるほうほうるほうほうです。じゃあまあ次ので一回尺八で吹くって感じをしていきます。じゃあ今日はありがとうございました。